はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。バイオミュータントの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、バイオミュータント1周クリア後のネタバレなし感想とレビューを解説ということでね、いよいよバイオミュータント発売となったわけなんですけれども、私公式の THQ ノルディックジャパン様より先行レビュー版をねプレイさせていただく機会をいただきまして、本当にねありがとうございますということなんですけれども、でこのバイオミュータントを買おうかどうしようか迷ってるって意見もね結構聞いたりするので、今日はその辺の方々にね参考になるようにネタバレ一切なしで、どんなゲームだったとかね、こういうことありましたよ、こういうのは面白いですよとかね、そういう要素を紹介できたらなと思います。よかったら参考にしてみてください。で本日の動画の概要なんですけれども、まずバイオミュータントっていうのが大雑把にどんなゲームかねさらっと軽く紹介して、で次に私の結論とおすすめの要素を紹介したいなと思います。でその後はまあキャラクタークリエーションについてとか、アクションについて、クラフトについて、ストーリーについて、こんな感じでしたよというのね、あのカテゴリーごとに紹介していきたいなと思います。いやでもね、このバイオミュータントめちゃくちゃ面白かったですね。今もやってるんだけど実はもちろん、あ今はあれですよね、発売日後のクリアまで配信、ライブ配信やってると思うんでね、もし時間があったらね覗いてみてやってほしいんですけれども、いやでもねこれめちゃくちゃ面白かったですね。今までにないようなタイプのオープンワールドアクション RPG かなと思うんだけれども、まあその辺のことをね紹介していきたいなと思います。でまずバイオミュータントってゲームが、なんだろう、スペック上って言ったらいいのかな、カタログ上どんなゲームかっていうのをねさらっと紹介しますけれども、オープンワールドのアクション RPG ということですよね。シングルプレイのみです。でストーリー分岐が多数あるということなんだけれども、エンディングは2種類かな、まだプラスアルファ何か隠されてるかもしれないけど、ただそこに行き着くまでのストーリー分岐がたくさんあるよということですね。で戦闘はワンフーと呼ばれる、カンフーと銃を組み合わせたいう銃の手の戦闘、ガンフーっていうんだけど、この2つを組み合わせたようなアクションがメインとなっております。で開発はエクスペリメント101という会社で、販売は THQ ノルディックということになっております。で2021年の5月25日、多分この動画が出た日が発売日ということになっております。でプラットフォームは PS4 と XBOX1 と PC の Steam と Epic ということになっていて、PS4 だとちょっと FPS が30、フレームレートが30ぐらいまでしか出なくて、カクつきやすいよということが公式の方からね、もう映像付きで説明されてるんですけれども、PS4 Pro になると全然平気になってくるんだけれども、まあ次世代機でやると 4K 対応のゲームと、だから PC 版と同じでヌルヌル動くという感じになってるんでね、次世代機でやるなら大丈夫ということみたいです。よかったらね参考にしてみてください。で私もね、あのレビュー版は PC 版をいただいたんですけれども、実際今あのクリアまで配信してる時は XBOX 版でね、 XBOX シリーズ X で次世代機でねやってるという感じです。でまず結論とおすすめなんですけれども、私の結論はですね、100点満点中に180点をつけたいなと思います。180点、うん、私100点満点って言って100点で収まったことほとんどないんだけど100点に収まらなかった時は相当何か不満があった時だと思うんだけれども、でもこれは180点つけたい。ちなみにゴースト・オブ・ツチマには私日本人だったってのもあって200点つけたんだけど、でもそれと同じぐらい本当面白かったっていう感じですね。別の方向ででも面白いって感じなので、2つを比べることはできないみたいな、だから点数つけるなんて本当意味がないんだけれども、私の中でどんだけ楽しかったかって話ですよね。でキャラクタークリエーション、これが好きなようにできて、思った以上に自分の思ったキャラクターが作れて、私は感動しました。あこれみたいな感じのができて、ウサギみたいの作りたかったんだけど、ちっちゃいウサギみたいのでめちゃくちゃ強いのが作りたいなと思ったら、そういうのが作れてもうハマりましたね。でこれがねすごいハマる要素かなとは思います。感情移入がね半端なくなりますね、ほんと自分の好きなキャラクターが作れると。で戦闘がなんていうの、格ゲーみたいにコンボ入力するんですよ。だからプレイヤースキルみたいのが結構重要になってくるというか、でもそんなにめちゃくちゃ難しくはないんだけど、でコンボをこういうコンボを作って決めたいとか言って自分で工夫して、そのなんか思った通り戦闘ができるとすごく楽しいみたいな、なんかそういう要素がありましたね。でクラフトがやっぱりね楽しいですね。クラフト後で紹介するんだけど、最初のうちちょっとねほとんどできないんだけど、最初のうちはあるもので全部使っていくみたいな感じで、まあそれでも種類が多いから面白いんだけど、でだんだん慣れてくるといろいろ素材とかがね、お金とかも揃ってきて、いろいろクラフトが楽しめるようになっていくみたいになるんですけど、最初にねクラフトいきなり楽しめると思ってやると
その要素はあんまりないので、ちょっとねそこは誤解しない方がいいかなと思うんだけど、でもやり込んできた後クラフト要素の面白さがブワーって広がるみたいな、なんかそういう感じでしたね。で世界観とか世界ビジュアルとかがね、グラフィックも綺麗でしたね、すごくいい。でストーリーがシンプルなんだけどめちゃくちゃ奥深いんですよ。でメッセージ性もあって、あなんかいいなみたいな感じでしたね。この辺のことに関しては後でね詳しく説明しますけれども、であとはクエストが豊富でした。少ないなって最初印象あったんだけど、マップもなんかあれちっちゃいなみたいな感じがあったんだけど、ちょっと工夫がしてあるという感じですね。でキャラクタークリエーションについてちょっとね深掘りして説明したいなと思うんですけれども、外見が本当自由ですね。かなり自由に作れる自分のキャラクターが、これが思った以上にゲームを楽しませてくれるというか、自分の好きなキャラクターを作ってそれで冒険に出てくというのがね、あこんなに楽しいことなんだと思わせてくれたゲームですね久しぶりにキャラクタークリエーションが楽しいなと思えたゲームでしたね。でどんな感じで決まるかっていうと、6種類の種族の中から1種類大まかなキャラクター選べる、種族を選べるんだけど、それで大まかな外見が決まるという感じです。骨組みが決まるって言ったら、ね、骨格が決まるみたいな感じですよね。なんていう、まあ、全然違うけど、ワニならワニ、サソリならサソリ、なんかなんていうの、犬なら犬とかさ、なんかそういう感じで種族の外見が決まるわけじゃないですか。そんな感じで決まってくって感じです。基本は犬ベースみたいな獣なんだけど、二足立ちした犬みたいな感じなんだけど、でもそこから狐風にしてくなってくやつとか、タヌキ風になってくやつとか、なんかそんな感じでいろいろありますね。6種類の種族で大まかな外見が決まると。で次にステータスを決めるんだけれども、ここで好きな形に調整できます。種族の中なんだけれども、種族をベースに好きな形体型にね変わっていくと、頭を大きくしたりちっちゃくしたり、耳を大きくしたりちっちゃくしたりとか、なんかそういうのが選べます。でそこが決まったら次にクラス、ジョブですよね。ジョブを決めることで服装とか得意な戦闘スタイルがここで決まります。で一度決めて決定してゲームをスタートしてしまうと、種族とジョブは変更できないのかなという印象です。で真ん中のステータスのところで変えた外見体型とかですよね、これは途中にあるバイオプールみたいなところで変更できるんだ。でもここに行くのも大変なんですよ。だからすぐには変えられないという感じですね。私が知らないだけかもしれないけど、あれジョブなんで変えられないんだろうとか思ってて、実は誰かねもしね見つけた人いたらぜひコメント欄で教えてほしいんだけれども、クラスがねクリアするまで行ったけど変えるところが私には分からなかったという感じですね。だから一度決めてしまうとすぐには変えられないという感じだと思った方がいいです。だからキャラクリは最初にねちゃんと凝って決めた方がいいかなという印象ですね。で2周目プラス以降が、2周目プラスがもう用意されてるんだけれども、その引き継いで2周目スタートっていうのがあるんだけれども、それん時もキャラクターを変えることはできなかったんですね。だからこの一番最初なんだけど、キャラクリで作ったキャラクター、これを変えることはほぼできないと。その体型だけ、耳を大きくしたり顔を大きくしたりとか、そういうところはできるけれども、しかも特別なところに特別な装備を持った後ならそこに行ってできるけど、一度決めてしまうとそれ以外のところは変えられないということだと思っていいと思います。そのつもりでねキャラクリやった方がいいかなと思います。2周目プラス以降もね3周目4周目ってやりたくなってくるから、これねちょっとキャラクタークリエーションは本当気をつけた方がいいかなという感じです。私もやってて2周目からその色変えたいなと思ったんだけれども、やっぱ色もね毛色も変えられなかったんで、そのつもりでねいた方がいいと思います。で次にアクションについて紹介したいなと思うんですけれども、難易度は全体的に低めだと思います。そんなにねめちゃくちゃ難しいアクションじゃありません。アクション苦手な人でもだから大丈夫、安心して遊べるよという感じです。で基本は射撃と近接格闘のスピーディーな、ね、アクションということで、動きは滑らかで、ね、すごくやりやすい格闘ゲーという感じなんですけれども、ただコンボ攻撃とかをさっきも言ったけれども組み合わせたりしてスーパーコンボが出せるようになるんだけれども、これの組み合わせを考えたりするのが、ね、また楽しいということです。だからそれとコンボ、格闘攻撃と射撃攻撃の両方にコンボ技があったりして、でそれを出すとそのスーパーコンボメーターが1個上がるよみたいな感じで、それが3つ溜まるとスーパーコンボを出せますよみたいな感じで、それもそのキー入力みたいのがあるんだけれども、まあ、そんな感じですね。あとはサイキック技とか超能力ですよね、アビリティとかもあって、これが結構な種類あるんですけれども、1周クリアしたぐらいじゃね全部使えるようにはならないみたいな感じで、だから2周目3周目やるのがもう当たり前みたいな感じで作られてるゲームなんですね。
それでも飽きないようにという感じでクラフト要素もたくさんあるし、ストーリーも選択肢が2周目3周目以降もっとたくさんできるようになるしみたいな、なんかそういう作りとなっております。で、戦闘できる乗り物が5種類出てくるのかな、ちょっと分かんないけれど4種類プラス1って感じなんだけど、あ、1個は戦闘できる乗り物って感じじゃないんだけれども、まあ、とにかくですね、戦闘できる乗り物がロボットとかパワードスーツみたいなとか、あとは潜水艦とか出てくるんだけど、これがねまた面白いんですよこれを使っての戦闘とかが面白くって、でそのエリア内だったら呼び出しみたいな感じで乗り物呼べて結構自由にね遊べたりするんで、この乗り物もね楽しい要素なんじゃないかなと思います。あとはクラフトで作った武器がすごいたくさんいろんな種類作れるんで、このパーツを入れ替えたやつこれでどうかなみたいな、なんかいろいろ試すのがね本当面白いなという感じです。でクラフトについてなんですけれども、1周目の最初始めたばかりの中盤ぐらいまではほぼほぼ何もできないという感じだと思いますね。あの素材とかが全然手に入らないんですよ。けどその分いろんな種類の武器とかいろんな種類の防具とかがたくさん手に入るので、完成品ですよね、完成品だけでまあ楽しく遊べるよみたいな感じで、だからストーリーに集中しながらその完成品を組み合わせて最初は遊んでいくみたいな感じと思った方がいいです。最初からクラフト全開でどんどんやっていくとかそういう感じではないですね。で後半、物語後半ぐらいからやっと素材も集まってきて自由にね少し強化できるようになってきてみたいな感じで、そこで初めて自分の新しい武器を作ってみるとかね、なんかそういうことが可能になってくるみたいな感じで、クラフト要素がすごく楽しくなってくるのは、まあ、1周目の後半ぐらいからということで、もしくは2周目以降素材とかが贅沢に集まってこんな武器作ってみようかなとか、なんか自由にでき始めるのは物語終盤か2周目プラス以降と思った方がいいと思います。でパーツを集めて素材を使ってクラフトするんですけれども、レア度や能力が高いパーツ、これをクラフトするには素材コストがたくさんかかるということですよね。だレジェンダリーというか、まあ、なんか究極のレア度みたいなのとかがあるとすごい素材が20個だ30個だ必要になってくるとか、なんかそういうことですね。でクリア後の2周目プラスに持ち越せるんですね全部。だから2周目以降は自分の作った武器をいろんな外見組み合わせて、あ、こんなめちゃくちゃな武器作ってみたいとか、めちゃくちゃ強そうな体験とか作ったりできるんですよ。だそれを使って2周目からじゃあこれで遊んでこうみたいな、でこう今回はこういうストーリーの進め方していこうとかね、そういうのが本当2周目以降自由にできるという感じでね、だから周回して遊んでいくみたいな、なんかそういう感じです。もうとにかくねパーツとかの種類がたくさんあっても見てるだけで楽しいみたいな、こういう特殊効果が付け足されているとか、なんかこういうなんかじゃあ特殊効果つけたいなとか、なんかそういうのが、ね、見てるだけで楽しいっていう感じですよね。でストーリーについてなんですけれども、お供がいるんですけど、バッタのオートボットですよね、あのピョンピョンっているの、これがナレーターとして何が起こってるっていうのをずっと語っていく、おとき話風の紙芝居風のストーリーの進め方で、またこれがねいいんですよ、結構ハマってる、すごくいいなと思ってましたね。あの声優さんが一人一キャラクターついてるとかじゃなくて、そのお供の人がずっと語り続けるんですよ。これがね面白かったって感じですね。でボリュームで言うとストーリーだけで、まあ、20時間ぐらいかかるんじゃないかなって感じで、普通にやったらね、でサイドクエストもやって全部やっていこうとすると50時間は1周目で遊べるかなというボリュームです。で世界終焉後感が、ね、よく出てると思う。これ本当やってる最中、私はセブンデイズトゥーダイとかそのデイズイとか、ああいうあの手のゲームで探索してる気分をね味わいましたね。それぐらいよくねあの作り込まれてますね、世紀末世界がなんだけど、あのすごく隠されて何かがあるとかじゃなくて、まあ、行けば大抵何かしらもらえるみたいな、なんかそんな感じだから、どこに行っても何かしらとりあえずもらえるみたいな感じだから、無駄な世界が、無駄なねスペースが少ない世界という感じですよね。でストーリーなんだけど、スターウォーズにねすごい影響を受けてるんじゃないかなっていう印象を受けました。あの光と闇の概念、これがすごくねストーリー中によく出てきますね。そんな難しい話じゃないんだけど、お父さんがああでこうでとかそういう話じゃないんだけれども、でもまあやればわかると思う。すごくねこれがまた深くていいですね。なんていうのか、単純な、なんかポカ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 冒険して戦って悪いやつやっつけるとか、なんかそんな感じじゃなくて面白いなと思います。で対象年齢で言うんだったら、これは全年齢向けなんじゃないかなと思います。小さい子でも分かるし、小学生ぐらいでも本当ね何を言ってんのか分かるし、あの大人になってもこれはなんか
自分も考えたいなみたいな、なんかそういう気分にさせてくれるすごくねいいゲームというかいいストーリーだなと思いましたね。でペットがいる人、個人的にはペットがいてすごくペット大好きっていう人、この人にねすごくハマるんじゃないかなってゲームですね。めちゃくちゃね自分のペットに感情移入しちゃうような感じのゲームだと思います。で3周目ぐらいまでは、まあ、別パターンとかクラフト要素とか武器のね作り方とか、あの戦闘スタイルとかいろいろ変えながら遊んでいけるんじゃないかなという感じです。つまり150時間ぐらい下手すると遊べるんじゃないかなという印象です。まあ私のね個人的な感想とレビューということになっております。よかったらね参考にしてみてください。皆さんもね何か思うところがあったらぜひコメント欄で教えてください。ではですね、バイオミュータント2021年の5月25日本日全世界同時発売ということで、 Amazon では6192円ということになっております。で日本語音声対応で、日本語のテキストとかにも完全対応で、まあ、PS4 と Xbox One と PC の Steam と Epic 両方で発売ということになっております。で公認配信をね当チャンネルさせていただいておりますので、発売日より今やってる最中かもしれないんだけども、連日開催中ということですので、あと PC 版のゲームキーをねいただいておりますので、ゲームプレゼント企画もねしておりますので、もしね買おうかどうか迷ってて PC 持ってる方でちょっと応募してみようかなという方はぜひ覗いてみてやってください。それじゃあね今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またねバイオミュータントの面白い攻略法とかね新しい新情報とかありましたらお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもねよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きバイオミュータントライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。